ララララララ We go ラララララ We go タラ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 地味なタラ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 うーんじゃんじゃんじゃんどうも皆さんこんばんは杉山さとみです。本日もオフチューブをご覧いただきまして誠に四六時中も過ぎといってニャ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 ありがとうございます。ピースカタピース。はい、ということでご無沙汰しておりません。一週間ぶりです。どうも杉山です。暑いね。朝起きてから一度もちょっとクーラーつけてなかったもんで、ちょっとクーラーつけてくるね。ごめんなさい。すいません。あ、つかなかった。さすがに。さすがに。はい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 。はいはい。あ、虫がいる。虫。虫に逃げられました。空調が効いてくるのもちょっと時間の問題かなと思いますが、今日も張り切って参りたいと思います。にゃん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 ここ手をぶつからないように手を叩いてみなよタン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 熱っ。いや今日もね、ほんと、先週の YouTube の動画で、断捨離に最近ハマってるってお話ししたと思うんですけれども、もうね、今日も、もうずーっと断捨離してた。断捨離って気持ちいいよー。やってみてね、私やってみて気づいたことがあって、こう断捨離していく中で、こう見つけた、なんか、昔買ったものとかで、あれ私、ここの部分新しいの買おうと思ってたのに、前買ったこれ使えるじゃないみたいな、たくさんの発見があるわけ。ね？あるわけよ。私今年のね、年末の大掃除、本当になんかこう磨く作業とか拭き掃除だけでいいんじゃないかなって思ってるぐらい、もうスッキリしてきた。私は別にミニマリストではございませんので、なんか物を全てなくすみたいなことはしないんですけれども、なんか今の自分に必要だって思うものを見定めて、ちゃんと整理していくっていう作業はすごく気持ちいいわけ。多分ね、引き続き私の断捨離は続いていくと思います。みんなもここもう一度見直した方がいいよってとこありまして、なんかね、まずはキッチンの調味料たちね、調味料たちとか冷蔵庫の中の調味料たち、あれ多分ね、お宅もきっとお宅もね、冷蔵庫の中身とかキッチンの調味料たち絶対賞味期限切れあると思うの。私は最近こうやって花嫁修行も兼ねまして、お料理させていただいてますから、賞味期限切れの調味料とかっていうのはほぼなかったんですけれども、なんか昔お鍋に使ったやつとか、なんかふりかけとか、なんかそういう系、一回使っただけでなんかその後使わなかったじゃんみたいなね、ものとかがありまして、それ見たらもう随分過ぎてたりしたわけ。だからね、皆さん今一度冷蔵庫の中だったりとか、こうキッチン周りのものを一度見直してみてはいかがでしょうかね。あと聞いてよ。あとはこれはでもあって思ったんだけれども、皆さん救急セット、救急箱の中身今一度見直してください。もうね、期限が切れてるお薬とか湿布とかもたくさん出てきて、なんかこんな大きい救急箱に入れてたのに、なんか残ったのなんかポーチ一袋分みたいな感じだったの。だからね、だって効かないお薬とかさ、飲んでもさ、多分ね、賞味期限と一緒でなんか美味しくいただけませんみたいな感じだと思うんですけれども、なんか効果がなくなるとかそういうことではないのかもしれないけどね、なんかお薬の期限切れのね、飲んだところでって感じじゃない感じじゃない。だからね、そういうお薬もね、今一度見直してみたらね、本当にスッキリすると思うの。だからキッチンの調味料と、あと、救急セットは、今一度ぜひ、お宅のね、ご自宅のものをもう一度見直してみてくださいという、杉山からのワンポイントアドバイス。やった。はい、てなわけで、本日も、お料理作らせていただきたいと思います。いや、もうね、私聞いて。すごいお腹空いてるの。本当に、すこぶる。作っていい？
作らせてごめんね、ごめん作らせてごめん。本日作らせていただきますお料理は、なんだ名前なんだっけ、出しとく、これこれだよ。今日を作らせていただきますお料理は、こちらの方のインスタグラムで作っていた、お料理をね、今回作らせていただきたいと思ってます。本当に本来ならば10分以内にできる料理らしい。でも私はおしゃべりばっかりしているから時間がかかるわけで、ごめん。よろしくどうぞ。材料はこちら、豚バラスパイス 250g です。ちょっと、まあ、合わせたら12、ね、砂糖小さ、ニンニクチューブ 1cm。 それではお料理始めさせていただきます。ポリッシュ。レタスの皮を剥いています。レタスの皮っていうの、レタスの葉だね、皮を剥いています。豚肉とレタスだから本当にヘルシーなわけ。まあね、ヘルシーといえば、私先日無事に健康診断を受けてきまして、身長だったりとか体重だったりとかっていうのは計測したわけ。身長はね、1ミリ伸びてました。なんですけれども、体重はね、私去年とあまり変わらないじゃんと思ってたの。そしたらね、去年よりね、ちょっと何で例えようか、ペットボトル2リットルペットボトルぐらい増えちゃってたみたい。人間だもの、杉山がかさ増しされたと思って前向きに捉えてる。レタス敷いていきます。あ、違うわ、さっき豚肉間違えた、危な。半分に切った方が良さそう。豚肉を敷いていきます。今気づいたけど、並べた後に火入れるんでした、すみません、間違えました。先にこんな感じで豚肉を敷き、レタスを敷き、さらにどんどん乗せていく。余ったのはちょっとサラダなんかに入れましょう。調味料を作っていこう。にゃ。今回のレシピで豆板醤が出てくるんですけど、豆板醤がうちにはなかったので、代わりにこのコチュジャンを使ってみようと思います。でコチュジャンの方がちょっと甘めなんですよね、多分豆板醤に比べて。あ、だから私さっき砂糖普通に小さじ1杯入れちゃったけどさ、砂糖少なめで良かったのかもしれない。やらかした。まあいいでしょ。こうやってない調味料にも対応していくという杉山のスキル。ミョン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 。これ火が通ったらもう完成です。イエーイ。もうちょっと煮詰めるんですけど、なんか途中で煮込んでる間に混ぜるといいんだって。てか混ぜてくださいって書いてあった。うわー、美味しそう。え、ちょっとレタスもうちょっと入れたい。入れよう。え、ひと玉分もしやいけるんじゃない。これダイエット料理とかにも絶対いいよね。このぐらい出しとこう。よっ。おお。
美味しそう。ご飯。よいしょ。いただきまーす。めっちゃ美味しい。間違いない。味がしみしみだし、ご飯がめちゃめちゃ進む。そうですか。レタスは結構シンプルな味です。なんかレタスにめっちゃ味がしみてるってわけじゃないんですけど、この豚とのハーモニー、いやもう私は豚レタスまで作れてしまう女だというわけで、本日の動画はこれにてしまいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。コメント、いいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメント、いいね、チャンネル登録よろしくと私がお願いするから、あなたたちはよろしくお願いされてください。